みんな元気か。マリサだぜ。今回は、私が元アメリカ海軍キッド級ミサイル駆逐艦、現在は中華民国海軍、台湾海軍の気流級駆逐艦をプレイするからよろしくな。それじゃあスタート。よし、始まった。このキッド級ミサイル駆逐艦は、帝政イラン海軍が発注したんだが、イラン革命によってキャンセルされた艦なんだ。イージス艦実用化前夜までは、有力な防空艦として活躍するも、相対的な陳腐化が指摘され、1999年にアメリカ海軍にて運用を終了。その後は、2006年までに全艦が中華民国、台湾に売却され、気流級駆逐艦として運用を開始したんだ。機関は、コンバインドガスタービン&ガスタービンを採用。最大速力33ノット。兵装はキッド級で次の通りだ。エイムではミサイル1機、主砲1門、魚雷1機、ヘリコプター1機だな。艦は最大まで強化済み。艦の種類はティア2になる。個人的には使いやすい。防空艦だからか、防空能力は高いな。個人的に戦いは、ミサイルと魚雷が一発ずつのため、回避されやすいな。そのため砲撃戦がメインになる。だが再装填が早いから、火力は出せるぜ。2隻沈んだな。このマップは中央にある火山から左右に分かれるぜ。オフライン戦ならスタートして左に敵が3、4隻が来るのが多いな。まっすぐ行かず小島の外を回り、島陰から攻撃が勝ちやすいな。突っ込むと集中攻撃であっという間にやられるぞ。さてあと2隻、さっさと沈めるぜ。逃げるがミサイルで終わりだな。左の敵はさっさと沈めないと追いかけっこになるな。試しにするか。ちょっと長いので倍速。よし、それじゃあ背後から叩くぜ。撃たれた。5隻中3隻撃沈だな。元アメリカ海軍キッド級駆逐艦、現在は中華民国海軍、台湾海軍の気流級駆逐艦だったぜ。それじゃあ次回、ご視聴ありがとうございました。またなー。